toki wa dainiki kono tabimono. Clam bake. Oh, ピンクですよ。ピンクだけよ。はい、ラブスターとか。うん。何や。なんか雑な感じでどんどん投げてんだけど。え、これ。はい。何これ。え、ちょっと衝撃的かもしれない。これは初めて見る。ああ。うわ。おお。すごい。これテンション上がるね。 MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんかしとりさん爽やかな感じですね。うん、めちゃめちゃ暑い、こっちは。めちゃめちゃ暑い。違う場所にいるの。はい。オッケー、それはまた後で触れよう。はい、今回ですね、初登場の方がいらっしゃいます。中国北京出身で現在つくば市在住の松永優さんです。よろしくお願いします。はい、皆さん、初めまして。よろしくお願いします。優さん、日本はもう長いんですか？あのちょうど今年人生の半分は、北京で、半分は日本という、まあ、不思議な年になりますね。人生何年か分かんないけど半分は日本にいるっていうことなんで、あえて深く掘りませんけど、人生の半分は日本にいる。家族構成としてはどんな感じですか？こうビッグファミリーで主人がいて、で子供3人いて、であと猫6匹と、ね、犬1匹すごい。体は小さいんですけど、ビッグマザーですね。ビッグマザー。猫好きなんですね。大変だ。そしてね、翔子ちゃん、実はね、ゆうさんはある海産物を取り扱ってる、そんなね、お仕事もされてるんですよ。イカをですね、専門として輸入もやっているんですね。平剣先イカって言うんですけれども、私が初めて、日本に輸入することに今なっていて、結構こちらの仕事もまた楽しくやらせてもらっています。ショコちゃん知ってる？平剣先イカ、剣先イカとかスルメイカもそうなんですけど、なんか取れる地域とか場所によってなんかあの生態も変わるし、形もちょっと違うと。でも、うん、あの剣先イカとして一緒だよっていう、はい、のがあって、でその中の一つで平剣先イカで、食べたことはないんですけど、なんか美味しいとはあのなんかちょこっと見ました。小さい小型なんですよ。でもすごく肉厚で、甘みが強くて、イカって加熱しちゃうと硬くなってしまったりもするので、美味しさがちょっと半減しちゃうところがあるんですけれども、このイカはもう加熱にも強くて、焼いても揚げても逆に甘みが増して、そうなんですね。ユウさんが初めて日本に持ってくるってことですか？こちらはですね、中国ですごく人気が高くて、うん、ヨーロッパだとスペインとかイタリアとかにものすごいやっぱり好評で、ずっと輸出はあるんですけど、なかなか日本に回ってこないっていうのがちょっとあって、それでじゃあ私が日本で売っていこうっていう、あの、うん、販売するお店とか、あとはその卸す料亭とか、もしあの決まったら教えてください。お願いします。ちなみにシドニーさんどうなの、イカ好き？あのお好み焼きの中に大丈夫ですよ。ああ、それだったらね。よかった。今いきなりネガティブなこと来るんじゃないかと思って若干ドキドキしたんだけど。今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわー。イエーイ。今回のテーマはこちらです。夏場に食べたい料理。これから夏本番ということで、夏バテ防止からちょっと涼める料理、あるいは夏ならではの旬の料理があると思います。
そこで今日は皆さんのこれだけは夏場に食べたい料理をご紹介ください。まずはですね、シドニーさん、あなたの夏場に食べたい料理は何ですか？教えてください。はい。夏の時は大人気この食べ物。うん。クラムベイク。うん。クラムチャラのクラム。うん、貝だ。うん。ベイク、焼く。焼く。はいはい。おおおこれで食べる。へえ。てっきりバーベキューっぽいのかなと思ってたんだけど、はい、シーフードですよ、シーフードだけよ、はい、ロブスターとか、うん、エビとか、はい、美味しそうな感じではある、美味しそう、大人気よこの辺、はい、へえ、はい、はい、これどうやって作るんですか、シドニーさん、ビデオがあります、ぜひぜひ見てください、見たい見たい、って感じで、はい。おいおいおいはいはい、おー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 、何やっ何やっ、おーおーおー、え、なんか似てる、あの、いろいろ海苔とか、はい、あ、海の食、はい、海の食物、はい、え、なんか雑な感じでどんどん投げてんだけど、 え、これはい、はい、これ、え、ちょっと衝撃的かもしれない。ねえ、初めて見る。あこれちょっと予想し、蒸すんだね。はい。ねえ。焼いて。ね、うん、時々風やる。だから。ほうほうほう。カバー。まあ、蒸し風呂じゃないけど。はい。はい、出来上がり。ぜひぜひ。おお、すごい。すごい。これテンション上がるね。はい。いただきます。よい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 よ。すごい。これはいいね。何これ。はい。ユウさん、いかがでした今の。いろいろね、やっぱりすごい気になりますね。このような、うん、こう何かで覆いかぶさって、それでこう蒸していく調理法、中国にも実はあるにはあるんですよ。例えばすごい有名なのは、ハスの葉っぱでチキンを包んで、で、ま、外にさらに泥をいっぱい塗って固めて、それで蒸すっていうのがあるんですね。中国語の発音は、じゃあおファージって言って、ジャオファーっていうのは、まあ、昔ほら貧しい時って小じきっているじゃないですか、うんうんうん、で小じきってそんなに鍋とかいろいろ調理その器具持ってないじゃないですか、チキンが手に入った時に蒸し焼きみたいな方法をね考え出したんですよね。結構蒸す時間って長いかなと思ったりね、1時間2時間ぐらい、でも皆さん待ってるよ、会話あるし、それが一番いいんだろうとか、お酒も飲むし、はいはいはい、いい感じよ、はい。しょうこちゃんいかがでした今見て。海藻を下にしてる、蒸してるからなんか磯の香りも移りそうですよね。そうですよね、はい、はい、いいな、食べたいです。はい、ぜひぜひ来てください。もうこれいいよ、めっちゃいいね、いい最初のネタからなんかホームラン飛ばしたような、ね、あ、今日遅刻してきたからちょっと頑張ってもらうなってみんな困ってたんだ。この場を借りて愚痴を言っとかないと。ちょっとホームラン。はい、ありがとうございます。はい。はい、では続いて、ゆうさん。あなたが夏場に食べたい料理は何ですか？やっぱり家庭料理の中では、ジャージャー麺が真っ先にやっぱり頭の中からこう出てきますね。ジャージャー麺って、なんか日本でもね、ジャージャー麺ってありますけど。実は今、日本でも、ジャージャー麺は普通にスーパーとかで、うん、売られているんじゃないですか、うんうん、日本のジャージャー麺という感じですね、まあ、そうですね。ただね、中国とりわけ北京を中心とした地方ではやっぱり昔からこうジャージャー麺って食べていて、まあ
った代表的な家庭料理ですね。やっぱり例えば中国人でも旅行で北京に行った時に、まあ、必ずと言っていいぐらい食べるのは北京ダックと、まあ、ジャージャン麺もそのうちの一つだと思ってる。実際に今の写真がその本格的な、ジャージャン麺の、盛り付け方なんですよね。中国の麺っていうとラーメンのイメージをする方が多いと思うんですけれども、実は平べったい生地を作って、それで包丁で切っていくっていうスタイルがかなり主流なんですよね。多少太めでしっかりコシのある、麺になるんですね。これをまず茹でて一度冷たいお水で冷やしてね、定番として入れるのは千切りのきゅうり、そしてこの枝豆ですね。この今ピンク の, 千切りしたものがですね、実は中国 の, 大根なんですよ。香辛大根といって、うん、皮がすごい鮮やかな緑で、中身がこの赤い色なんですよ。私が日本に来たばかりの時、全然日本では見つからなくて、うん、今はですね、少なくとも私が住んでいるつくば市では普通に売ってます。これを千切りしたものをね、実際にこうトッピングとしてこう入れることで、やっぱりお料理が一段とね、綺麗に見えますし、綺麗、すごい。まあ、そうだな。なんか若干シドニーさんが渋い顔をしてるのは気のせいですか。はい、アメリカで例えば貧乏のところ、たくさん中華レストランある。その食べ物全然見たことがないよ。そうなんだ。例えばフライド、たくさん油っぽいの。食べ物とか、だから皆さんは、中国人たくさんフライド食べ物好き。でもあなた教える野菜、綺麗のプレゼンテーションとか、でもこっちの中華レストランアメリカで全然ないこっちは。だから、ありえない。それは何？私見慣れてないから私は食べませんっていうこと？食べようよそこ。ダイエットしようか。はい、暑いんでしょ今。まさに今じゃん。今食べようよ。そういう企画なんだから。そう、好きそうだけど。なんかね、黒っぽいタイプのやつ、あと何ですか、練りごまみたいなのもある感じなんですか。練りごまとピーナッツバター、これをですね、お水を少しずつ入れてごまだれの冷麺になりますね。そうなんですね。めっちゃ美味しそうだけどな、美味しそう。はい、質問があります。はい、麺とピーナッツソース合わせる？ちょっと好きじゃない。それ質問でも何でもないじゃん。自分の好みの問題じゃん。意見だ。好きじゃないよ。それ質問って言わないよ。ピーナッツとパン一緒にの方がいい。ピーナッツと麺と食べるもんじゃないっていうことを言いたかったのね。はい、ごめんね。ダメ。ちょっとこう風味を入れるだけで。香りとピーナッツはたくさん入れないです。一回付き合っちゃいなよ。シドニーさん好きになるかもしんないよ。なんすか、あれってうどんに近いっていう感じなんですか。なんか日本の麺で近いので言うと何になるんですか。あれは太さっていう意味では細うどんのイメージが近いかもしれないです。ゆうさんはちなみに自分でやるんですか。そう、作ろうと思えば作れるんですけど、めんどくさいからやる。まあ、めんどくさいですよね。うどんと一緒ですね。ね、うどんですよね。で、南の方で、麺を食べるときね、日本のおそうめんと同じぐらいの細い麺もあったりします。これはね、中国で流数麺って言って、流のひげの麺と書いてあるんですね。この漢字はひげの意味なんですね。そう、スープの中にこの麺が入って、あっという間にできるから、やっぱり朝ごはん、私の子供も今みたいなこう乳麺を出すとね、みんな喜んで食べてくれます。でもひげそうめん、
ヒゲのような動物のヒゲのようなヒゲさん。ヒゲっていうのはあんまり嬉しくない響きだね。この間さ、パスタでさ、エンジェルヘアっていうさ、エンジェルヘアってなんか爽やかなイメージがあるけど、竜のヒゲは確かに嫌だね。あ、その感覚はわかる。エンジェルヘア可愛いもんね。確かに細いんだけど嫌な感じが若干あるね。はい、わかりました、ありがとうございます。では続いて翔子ちゃん、あなたが夏場に食べたい料理は何ですか？半化粧のタコ。半化粧のタコ、半化粧だ、まあ、まあダコなんですけど、どんな食べ方でもいいんですけど、半化粧っていうのがですね、ちょっと暦の24期をさらに分ける72個っていうね、そう、はいはいはい、っていうやつがあって、その半化粧はその時期の一つで、半化っていうなんか草があるんですよ。でそれが、まあ、生える時期で、その半化粧、うん、ここの日になんでタコ食べるかっていう、うん、はい、話なんですけど、まあ、田植えする時期でもあるんですね、その半化っていう、うん、でその田植えをした後に、あの休む日があるんですよ、その何日か、うん、5日間かなんかで、その時に、まあ、体疲れてますと、うん、で栄養あるもの食べましょう、うん、でタコを食べると、そのタコの栄養が疲れた体にいいですよっていう、あ、はい、なんかその昔からのそういう風習っていうのかな、風習とか言い伝えとか、なんかそういうおまじない的な、はい、へ、こういうものがございます。え、ゆうさん知ってました？半化粧っていう、半化っていう言葉は知ってましたけど、半化粧でそのタコはちょっと知りませんでした。あんまね、知名度ないんですよね、これが、あんまり、ね、長年日本住んでても知らないです。僕なんか生粋の日本人だけど知らないんだけど、初めて聞いたんだけど、あー、こういう感じでね。そう、あの、お魚屋さんに年中行くと、行ってると、そのまあ、半化粧の日が、その今年は7月2日だよとか、その年によって、あの何日かはもう変わるんですけど、その土用牛 の、はいはいはい、のうなぎみたいに、まあ、毎年変わるんですけど、はい、でそのタコ食べましょうっていうので広告打ってたりとか、はい、その張り紙ポップがあって食べるといいですよって書いてあったりするんで、なるほど、はい、あ、おすすめです。だからに日本の祭り、夏の時、たくさんタコ屋さん見てみました。あ、それそれはでも関係ないと思います。それ関係ないって、うん、あの冬場でも多分タコ出してる、うん、お店は。あ、okay、 タコ焼きは年中食べたい。タコ焼きはね、年中出してるしね。串焼きみたいなのもな、今タコの串焼きはないか、イカのイカだったらあるけど、うん、7月10日ぐらいだともうちょっと遅いぐらい、うん、はい、タコはあの夏旬なので、まあ、旬でもあるから、あの今食べても美味しいし、はい、そのなんかタコの足が吸盤いっぱいあるじゃないですか、稲の根っこがしっかり根付くっていう、そういうなんかおまじないみたいなのもあるらしいです。で別にそのどんな食べ方をしましょうっていう、まあ、指定はないので、あのお好きなように、タコ飯でもいいし、タコ飯でもたこ焼きでもお刺身でもカルパッチョでも、はい、なるほど、何でも OK です。酢の物でも美味しい、酢の物でも大きいし、はい、チロニーさんはたこ焼き食べる？あ、はい、お酒つにたるとき、はい、夏の、はい、はい、夏祭り、神社の前たくさん、はい、いや、いいな、大好きだな、たこ焼き食べたい、はい。アメリカ人デビルフィッシュっていう言い方してない？タコ、タコ、いや、タコはあまり人気じゃない、うん、アメリカではね、はい、シドニーさんはもう平気なわけでしょ。でも時々よ、どっち、足食べる、頭食べる、どっちがいいですか、翔子さん？え、どっちでもいいです、どっちも美味しい、どっちでもいいんじゃない、うん、同じの、うん、ちろん食感は違うけど別にね、頭も足も、うん、あのたこ焼きは両方入ってますよ。そんなに驚くとこじゃないでしょ。一緒一緒。
見えないからこれって。シドニーさん今どういう状態になってるんだ寝始めてない、大丈夫くつろぎ始めてない、あの今ほっといたんだけど大丈夫今収録中だからね大丈夫今たくさんこの食べ物食べる何フルーツそれ何だろう、ガーリックチップス、ガーリックチップス出たはいはい、たくさん、はい。すごいよ。じゃあ、とりあえず、一個だけ食べとく。うん、美味しい。だんだん、だんだん。それでちょっと、勢力つけてね、夏場乗り切ろうっていう、そういうことだよね、うん。はい、ありがとうございます。